はいどうも、バーチャルゲーマーキズナアイです。よいしょ、やっていくわよ。てい、これこちらですね。なんか大統領にお薬届けてみたいな感じなんだけど、なんか別にね届けなくても本来いいんだって。でもなんか大統領がサムに会いたいらしくって。行きますわよ。え、サム、手錠端末で地図を見てみろ。うん、隔離病棟の場所がわかるはずだ。了。目印をつけたりルートを考えてラインも引ける。うん、自分で試してみてくれ。ほい、こう、これか。これでマーカーをつけてラインを引く。ふんふんふん。よし、いきますよ。あ、ラインが出てる。本当に運ぶ荷物もね1個だけでいいかね。オフ、これ入れない。ガーン。え、そういうことはこっちから行かなければいけない。デッドマンだ。目的地の方向はコンパスで確認できる。ふんふん。目的地がわからなくなったらコンパスで確認してくれ。了。コンパスも、ああ、なるほど。とっとっと、これここはもともと何だったんだろうね。アメリカ、だって道路もあるし標識もあるしね。はっはっ。今はあそこ赤ったん持ってなかった。暗証防衛されちゃったんだよね。ありえん。何？いっぱい着信になるね。ブリッジズの本部があった。うんうん。我々アメリカ再建派にとって最大の都市だった。ストランド大統領は。そっか、参勤、参勤です。再建したかったね。それに同行していた俺たちも。行くぜ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 。ブリッジズ。タラン。来てやったぞ。表を上げい。表を開けい。あ、すごい人いっぱいいるじゃん。はい、残念ながら。そうか、我々も準備をしておいた方がいいかもしれない。サム、俺だ。あ、デッドマンだ。本物？すまん、そうだったな。あ、そうなんですよ、接触恐怖症みたいな。大統領の容体が良くない、悪化している。なんということでしょう。ありがとう。彼女も少しは楽になる。あ、彼女なんだね。時間ができそうだ。彼女。合衆国最初で最後の女性大統領であり、そしてあんたの育ての親。はあ。その服では面会できないな。脱いでから中に入ってくれ。ゼンだ。ではない。ライク S シャオ。まあこれはね、特に何もなかったもんね。え、何？なんかあの、大統領のマスクみたいなね。ブリッジズの長官。
ダイハードも。そうか、あんたは第一次ブリッジズだった。うん、それじゃ紹介の必要はない。第一次ブリッジズ。怖いよ。こんな形で再会するとは。え、皮肉なもんだ。お互い死ねない者同士だからな。同じ機関車みたいなこと。大統領がお待ちだ。エーサーホイザー。君のお母さん、ブリジットだ。意識も朦朧としているが、君のことは分かるはずだ。お、取引材料的な、ホービーダー的な。さあ大統領、サムが来ました。こんばんは。なんかさ、あのマスクもそうだけど、ちょいちょいこうなんか骸骨モチーフにしたやつあるよね。外します。やっぱデス、デスだから。デス。サム、久しぶり。よく来てくれた。お久しぶりなのか。元気だった。はい、え、元気だったけど、おばたん元気じゃなさそうよね、もう。あら、綺麗な可愛らしいおばあさま。そう、恨んでも当然だわ。アメリカ。アメリ。アメリ？アメリカのこと、アメリ？アメリ必死に行ったのは知ってるでしょ。え、アメリ？3年かけて大陸を横断したの。この国を再建するために。おお、まだ再建なんて考えていたのか。やっぱ嫁。本当はあなたに言ってほしかった。もう時間がない。アメリを助けて。あなたが必要なの。助ける。もう一度つながらなければ。うん、アメリカを繋がらなければ、また世界を繋がなければ、人類はみんな滅びてしまう。世界を繋ぐ。アメリカなんてもう誰も必要としてない。いいえ、孤立した人類に未来はないわ。アメリカの時代は終わった。それにブリジット、あんたはもう大統領じゃない。お願いよサム。あ、ねえねえ、あ、ダメだよダメだよ。うわー、最悪。ねえ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 、大丈夫？大丈夫じゃなさそうだけど。ねえねえねえ、助けてあげて。あ、そっか、接触。お願い。あ、え、なに、血液は黒いの？これは違う。あの写真が。ありがとうさ。え、大統領は。ビーチで待っている。え、若くなった。嫁？元嫁？まずい。それとも義理のお母さん？ん？
でも動いたところでか。黒い液体だってまだ死んでなかったもんね。時間が進みましたよっと。ストランドとともに。いいか、大統領が亡くなったことは公にするな。デスストランド、これが露見すればブリッジズは崩壊。死をつなぐ。ここにいる我々以外誰にも口外するんじゃない。はい長官、遺体も処理しなければ。でもあいにく処理班が。そこで私どものですか。嫌ですよ、嫌だよ、また怖い怖い目に遭うじゃん。そんな大きい体を二人で囲まないで。君は大統領と最後の契約を果たした。はい、何のことだ。君はブリッジズとなり、我々とアメリカ合衆国再建の任務を負う。また俺を縛るのか、ブリジットのように。ある意味それは正しいかもな。いやだけど、その手首の手形がその証拠だ。長官、大統領は全身を癌細胞に蝕まれていた。遺体を解剖することも臓器の摘出もする必要はない。一刻も早く焼却しないとネクローシスする。はあ、そうだ、早くしないとここもクレーターになる。俺にどうしろと。なんかクレーターになる条件とか何なんだろうね。ネクローシスされたらクレーターがバーンってなるの。そうだろう。だが大統領の遺体を焼却しなければ。うん、キャピタルノットシティ側からの道路はボイドアウトで寸断された。残っているのは徒歩で登る山岳ルートだが、カイラル物質がたまるエリアだ。途中には奴らがいる。あんたにしかできない仕事だ。ドゥームスで機関車の。ドゥームス、なぜ俺なんだ。お前で。サム、あんたはすでにブリッジズだ。こちらフリーランスでやらせていただいておりますな。配送依頼だ、サム・ポーター・ブリッジズ。おい、勝手な人らやり。あ、少しいいか。いいぞ。ブリジット・ストランド大統領はアメリカ再建の象徴だった、うん、就任以来長きにわたって国家の再建を訴えた。そのための組織ブリッジズを立ち上げたのも大統領だ、うん、本来なら手厚く葬儀を執り行うべきだ。しかしそれは叶えられない、うん、彼女の死はアメリカの死だ。それは我々ブリッジズの死にもつながる。じゃあもうみんな死じゃん。大統領の遺体は隠密裏に運び出し処理しなければならない。あ、気づかれたねみたいな。もう次の大統領はいない。アメリカの再建はない。サム、アメリカは死んではいない。ん？大統領は死んだはずだ。確かに彼女は死んだ。アニメ、アメリカが死ぬとか死なないとか生きてるとかどういうこと？今教えてよ、もやもやしたまま配達するの。ぽえー、ブリッジズはそのために存在する、うん、そのための第一歩としてサム、君は大統領の遺体を焼却所に運ぶ。怖い。また世界を繋がなければ人類はみんな滅びてしまう。本当はあなたに言ってほしかった。もう時間がない。ありがとうさま。
あなたをビーチで待っている。焼却所はここの南西だ。だが途中には BT の座礁地帯がある。焼却所は山に囲まれたエリア。カイラル物質が拡散し都市に及ばないようになる。かなり過酷な運搬になるが、いやできそう。君を24時間追跡している。何かあれば我々が手錠端末からサポートする。いいね、高めの金物ね、端末からって。あ、座ってるみたいだ。よっしゃ行くぞ。あ、メアリタン、アメリだっけ、タンの体重が、あ、わかりますよ。大ハードマンだ。運ぶの大変そうだね。使い方は聞いたな。焼却所の場所は手錠端末で見てくれ。ほーい、手錠端末。これマーカーとこう引いてこう行くでガンス。うわー、はじめにはじめなさいよ。ちょっとあれ大好きじゃなかった感じ。あらら、ら改めて言うまでもないが、遺体がネクロシス限界時間を超えると BT になる。ああ、それ改めて言ってもらえて感動。リミットは心停止してから48時間だ。いける。それまでに焼却しなければならない。ん、待って待って、こっちから行けなくない。あれ、あ、これこれこれがラインだ。あ、よしよしよし。うわ、こげてた、ごめんね。バランスが難しいね。あらら、おお、あー、ぶつかっちゃった、ごめん。危なかった危なかった。歩くだけでも大変だ。一見楽しそうに見えるんだけどね。死体運んでるし、なんか反強制的だし、全く楽しくはないんだろうな。アメリカ再建の象徴だった。分かってよ。この国が分断し、人々が離れ離れになってからも、再びこの国が一つになることを諦めなかった。うん。アメリカ再建を願う人たちも、彼女を信じたからこそ、A3 を捨てなかった。我々はこの国の再生を信じている。アメリカはまだ生きている。うん。ブリジットの魂と共に。いいこと言うね。ここ、これ、え、登る、登るは違うな。え、もっとあっちだね。これさ、サーチみたいな、これしたらあれなのかな、あのなんだっけ、やつら BT だっけ、 BT のなんか設置できたりするのかな。行ってきまーす。ランララ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 、違うな。あれ、あれでいいのかな。え、なになに、登っちゃったよ。使う。あ、マーカーに注目。あ、登ってあとこんぐらいの距離ですよみたいな感じ。なるほど。これ大変そうだな。だってさ、普通にまっすぐでもさ、踏ん張るとか出てくるってことはもうガタガタガタだと思う。ガタガタがブレー、ガタガタがガタって感じだよね。はしごのマークとかある。降りれんのかな、これで。岩はなるべく下げたいね。下げたい、下げたい。おーよよよよ、歩くだけでも大変だ。あ、なんかいい感じの音楽が流れて、あ、
両足で踏ん張る。あーごめんね、大変だ。すごい綺麗ね、本当に。なんかゲームっていうか現実みたい。あのはしごとかってどこ行くんだよね、行ってみる。いやでも一回寄り道行っても。案外寄り道じゃないかもしれないしね。でも一人担ぎながら川渡るって難しいかな。どうして俺らは全くその通りだよね。あ、橋がかかってる。渡った方がいいのかな。ん？渡った方が良さそうだね。ということで、こちら、いいに送る。いいに送る、いいに。じゃあ渡ります。からのまっすぐ登れるかな。登る。いいよ。すごいね、岩がいっぱい、本当に爆発していっぱい飛んできてみたいな感じなのかな。やだな、なんかこういう世界になってもさ、私って存在できるのかな。あ、よよよ、意味はまとめて送ることができます。こう連打できるの。頑張りさも、頑張りさも、あー頑張りさも、頑張りさも、頑張りさまがもう口癖になっちゃう。煙出てるがあそこかな。あ、ちゃんと回収してくれればいいのにね。お前らが来いって感じじゃないと私は思うんだけれど。登る、登りますよ。登れない？まずい。おい、まずい、まずい。あ、なんかある、紐がある。しまった。よっ。ロープがある、ロープ。あ、掴む。あ、登れるね。いいね。いいね。誰にいいね送ってんだろう。おおお。やけに遠いな。遠いっすね。あ、危険度ね。青、黄色、×で転びやすい危険度っていうのがあるんですね。なるほどね。それをサーチはするためのこれみたいな感じか。はーん。で、ここ行くのか。キューキュー。ん？こっちでいいのかな。ヤッホー、ヤッホー、ヤッホー。ラインを引く。登る、よいしょ。登る。あ、なんかシュールだね。なんか死体を運んでる感あんまないね。なんかこう囚人とかさ、黙らせられてるみたいな。この袋に入れる理由はやっぱ表情とかそういうのが見えないようにみたいな配慮なのかな。なんかこのピンクのハンカチみたいなの、何なんだろう、大事なやつなのかな。あ、あった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 。ついに来ましたよ。もうすぐだね。よかったね。
ただ運んでるだけなのに、うう、これだけでもやっぱ荷物運び大変ってことですよね。 UCA 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 違うな、ここから入る。おお、なんとかこけずに済んだ、よかった。こちらでここでいいんですかね、端末を起動する。焼却します。ごめんね、ありがとう今まで。ありがとね。あ、こんな感じで焼かれるんだね。山までも室内いれば。もう一つの荷物も焼却してくれ。え、何もう一つの荷物？あ、これ？本当に焼却していいやつなのかな？なんか一緒に証拠隠滅とかされてるわけではない。これは BB28 死体処理班のイゴールが使っていた BB、うん、あんたが帰還した時クレーターで見つけた。なぜここに？生きてるよきっと。まあ、廃棄が決まったんだ。なんでよ。セントラルノットは消滅した。ブリッジズの本部もそいつがちゃんと機能しなかったからだ。イゴールのログにも残っている。まだ生きてるぞ。うん、回復の可能性はない。なんで？僕から取り出しても生き延びることはない。わかんないよね。かわいそうだが殺処分するしかないと判断された。うん、長官も承認したよ。かわいそうところじゃないけどな。うー、やばいんじゃない？やばい、絶対来るよ来るよ来るよ。近づいちゃっていいの？来るよ。来ないわ。もうやっぱセットなんだねこいつらと。あの特訓は
憶？サムの記憶？うまく起動しない。本当に不良品かも。おお。なな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 なやばい、パカ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 してる、パカ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 。いい子だ。頼むぞ。この赤ちゃんのおかげってこと？このパカパカは。ね、パカ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 。うわー。うーわ。死ぬよ、これ。かわいい。ウインクしたよ。え、どうすんのこれ。帰還？姿勢を低く、慎重に行こう。わかった。ん？ここか。さっきも来た道から帰ればいいよね。しゃがむ。呼吸を止めるにはこれ。うわ。え、なんかスキャンみたいななってるね。ゆっくり歩きます。できる限り息止めて。そんで。はいよ。え、やばい。やばい。息止めて。やばい。え、止めたよね、今。振りほどく、振りほどく。振りほどく。振りほどく。振りほどくよ。振りほどいて、振りほどいて、振りほどいて。じっとして息止める？やば。しゃがむ。息する？やばい。やばい。絶望しかない。やばいやばい。やばい。怖い。離してすぐ息止めなきゃ。止める。怖すぎ。え、これ私生きて帰れるのかな。ちゃんと息していいよ。止めてこうね。わかんない。ちょっともう初めてこんなBT と遭遇しているので、こんな息を逆に止めるものなのかそうでないかというのはちょっとあまりわからないんですけど。どこまで行ったらいいんだろう。もう帰るまでが遠足ですみたいなノリなのかな。こけたりしてもね、危なそうだよね。やだー。潜入操作というかあれみたい。リアル鬼ごっこ。違うか。合ってるよね多分。私方向感覚にはね、意外とね自信があるんですよ。いつもゲームだとあいつあっちだあっちって言ってるけど、こっちのことちゃんと大丈夫なんですよ多分。合ってる？こっち。じゃん。お、いいね。天才だね。怖っ。降りれるかな？あ、いけそういけそう。いい感じですよ。このね、心臓音がね。あ、やばい、やばい。ふぅ。よし、頑張れ。よし、息止めて。いい感じじゃない。え、なになになに、アドレナリンが爆発する人、え、なに、やばい。え、敵などの脅威に遭遇するとアドレナリンが分泌するスタミナが急上昇します。ただしアドレナリン分泌が溜まると反動で急激にスタミナは低下します。
水筒を使うか休憩を取ってスタミナを回復させましょうか。まいったな。頑張れ頑張れ。水筒を選ぶ。水筒そんなでもやばくなさそうじゃない？大丈夫？もう大丈夫なんじゃない？と思うんだけど、調子に乗ってると怖いので息は止めますよ。どっこいどっこい。はあ、どっこい。だってさ、追いつくの早そうじゃない？よいしょ、よいちょまる。最近よいちょまるハマってるの。よいちょまる。あ、もう晴れてきたんじゃない？こっちの問題でここまで来たら多分な。あ、ほら音楽も鳴ってるし、よかった。もう私開始早々ね、クーレターにしてしまうんじゃないかと思って、もうドキドキでしたよ。この先にも一個あったよね。ああ、こういうのをね、何度も繰り返すわけですね。あとほら、もう手形だらけだもん。あの、この背負ってるやつとかも、こういうのたくさん経験してきたんだよね。こっちの方に橋なかったっけ？これ自分で作ったりとかってできなかったっけな。なんかできるようなことをどこかで見た気がするんだけど、これ装備解除。え、排尿。人として迷惑のかからない場所や状況で排尿しましょう。構える排尿、構える構える排尿、排尿。あー、すごい。なんかほんと人間になった気分よ。よしよし、いいね。え、でも全然まだ、まああのね、動画で言うと2回目だし、プレイしてそんな時間も経ってないから、やっぱ謎がね、ただただやっぱ深まるばかりで。あの白いのとさ、なんか黒いのもあるじゃん、多分見えないかな、なかったっけ。その違いも分かんないよね、まだ。え、なんかさ、こう他の人のプレイ動画とかでさ、考察とかも早くも見たいもんね。なんか結構ね、もう発売日に今もうまとめてプレイしちゃってて、割とだからみんなのねご意見もちょっと聞けないんですけど、気になるな。なんか進めてから、あ、みんなこういう解釈してたんだなってコメント見るのも楽しいよね。よかったよ、無事に帰れて。あれ普通にほんと死んでっからね。よしよしよし。住民42,187。よーし、帰ってきたよ。褒めてー、チュッチュマル、褒めて。誰か4万、何人か褒めて。はーい、位置はコンパスが示している。はーい、コンパス出て使うんだっけ。コンパスはあ、こっちか。戻ったわよー、サムとキズナイン。戻りモンスター。ん、まだ虹あるね。あ、消えた。ここまで持ったのが奇跡だ。本当だよ。あ
んたのようなドゥームスが BB を装備するとお互いの感情や記憶がハウリングを起こす。恐怖心やストレスが増幅され BB もドゥームスもこっちに戻ってこられない危険性がある。あ、そうなんだ。残念だがやはり限界を超えていたんだ。処分するしかないだろう。やだよね。絶対しないよ、処分なんか。済ませたら大統領執務室に来てくれ。話がある。よっ。絶対手放せないよ、兄さんも。うんうん。血だらけだよ。私はいつもつながっている。あなたとつながりたい。さあごらん、歌ってくれてる。何がいいかな。ほんとね、何かな、何にしようかな。ベイビーベイビーベイビーベベベビーベー、ああ、なんか評価してくれてる。ベビーいーいーちゃんにしよう。いーちゃんよし。あ、これ親密度も上がっていくんだ。はあ、まだ新人配達人っていうね。どうだ、まだ新人か。まあそりゃそうだな。いーちゃん、サム、大丈夫か。ドゥームスが BB をつなぐなんて考えもしなかった。いーちゃんやっぱやだな。シャワーを浴びてきたらどうだ。月ちゃんとかにしとこう。月ちゃん、これから大統領に会うんだぞ。これ月ちゃん、なんだと。大統領はもういない。怒ってるのか。 BB の焼却を頼んだから。甘く見るな。そうだよ、お前らの便利屋じゃない。ほんまそれ。どっちにしろこいつはあんたに救われたな。うん、違う、こいつが俺たちを救ったんだ。あ、なるほど、違ったっぽい。かわいい。あ、見てるよ見てるよ。月ちゃんがこっち見てるよ。よろしくな。月ちゃん。え？え？嘘でしょ？手放しちゃうの？え？月ちゃん。資格名前つけたのに。え？疲れたんだね。そろそろ帰る時間よ、サム。あ、ママ。いや、この砂浜でピンヒール。すごいわ、ママ。あ、ドリームキャッチャーよ。今もつけてるね。眠れない時につけて、私が悪夢から守ってあげる。ありがとう、ママ。私とあなたはいつもつながっている。アメリしか使えないプライベートルームを用意した。ありがとう。シャワーを浴びてカイラル物質を落としたら大統領執務室に来てくれ。了
て戻ってきましたよ。さっきの何だったんだろう。あの声がさ、大統領と一緒だったけど、一緒だったよね。あの亡くなった大統領と違うっけ。あ、大統領がママだった。ん、えー